春の東京競馬が開幕です。今日はですね、明日のサンケイスポーツショーフローラステークス勝敗の予想を鈴木トールトラックマンに披露してもらいます。はい、お願いします。よろしくお願いします。さあ、府中競馬もね、はい、開催がね、始まりますね。はい。すごくいい時期ですよね、いいこのもう、新緑でね。はい。で、ババンもほんとグリーンベルト。うん。もう、パンパンの両ババって感じですね、はい。ね、そうですね。はい。メインレースはですね、はい、勝敗なんですよ。勝敗だ。毎年のことながら。ここは、是が非でも当てたいと。はい。いけないとこですね。はい。はい。わかりました。そうですね。さす、うん、まあ、本命からも聞いちゃいましょうか。そうですね。まず、ババはやっぱりいいんでね。はい。まあ、やっぱり先行して、まあ、内目の馬、内目の先行馬。うん。しかも、瞬発力。はい。かけてる。うん。まあ、そこが問われると思うんですけど。はい。まあそれを重視して予想したんですけど。はい。まあ、本命はね、8番、うん、アドマイア・ベルです、ね。なるほど。うん。まあデビュー戦がね、新潟の1800メートル。はい。で、その後も東京の、うん、同じ、2000メートル。2000メートル。もう、左回り中心にね、うん、もう明らかにもう、はい。その時期をね、意識した、やっぱローテーションなんですよね。うん。でね、まあ、新馬戦はちょっとね、出遅れて、荒削りな形になったんですけど、うん、で、反応もやっぱ遅かったんですよね。うん、2戦目、3戦目もね、反応は遅いですよね。うん、でも、1戦ごとに、着実にステップアップはしてるんですよ。はい。で、前回もね、まあ、逃げたね、早めに動いた勝ち馬。トライに行ったんですけど、なかなか追いつかなくて、うん、ゴール前でようやく来たって感じなんですよね。そうです。紙一重でしたね。紙一重だったんで。うん、で瞬発力は持ってるんだけど、やっぱりエンジンの借りが遅いっていうタイプで。ただそこは今回、報告出して、うん、だいぶ成長を流して、なんか先生もね、体幹しっかりして、はい、動けるようになってるっていう。まあそこに期待しましたね。まあとにかく、まあ前回もね、三浦ジョッキー乗ったんですけど、うん、急遽乗り換わりだったんですよね。そこで、あ、そっか。そうなんだ。はい、そうだ、そうだ。あと横山武史ジョッキーも、はい、はい。いろいろあって。うん。それでもうまくね、乗ってくれて、やっぱり力は示したんで。うん。まあ今回ね、横山武史ジョッキー。はい。攻め場でも。追い切りもね、乗ってましたね。で、一瞬前、はい、負荷かけて。はい、素晴らしい動きでしたね。うん。直前は軽めで、はい。頻繁なんでね。もう仕上がってるんだなと、そうですね。僕も思いました。まあここは、ちょっと是が非でも勝って、ね。うん、本番に向けて。ということですね。ですね。はい。では、対抗を教えてください。対抗はね、担当厩舎のね、はい。トロピカルティーにしたんですけど。林厩舎ですね。はい。まあ、こちらはちょっとね、まだ、繊細な面があって、はい。会話もなかなかね、うん。言えならないってことなんですけど、ただ、潜在能力っていうんですか、はい。ポテンシャル、かなり秘めてると思うんですよ。うん。まあ、それは初戦でね、上がり33秒9。はい。まあ、鮮やかですね。前回もね、小柄ながらにね、うん、不良ババ、はい。まあ、苦にはしてたんですけど、それでもね、うん、なんか、違った競馬でね、はい、3着まで来たんで、うん、やっぱり性能の高さ改めて、証明したなって感じで。はい。まあ、先生はね、うん、本格化するのはもっと先だけども、ここでも、ちょっと楽しみはあるよって言ったんで。うん、期待を持ってじゃあ送り込んでって感じですね。はいはい。ちょっと僕の、印をちょっと上げました。はい。担当厩舎なんでね、うん。なるほど。3番手も聞いていいですか？バロネッサーですか、ね。バロネッサー。1枠1番。これが、おそらく、僕の中では1番人気になると思うんですけど、まあ、内枠引いたし、はい、まあ、先行する馬だし、なおかつね、上がりもね、うん、の足も、はい、出発力もあると。ただ、どうなんですかね。まだその、若干若さというか、どうやら、まあ、前走のパドック時にね、少し若さを見せてたようなんで。そうそうそう。そこがどう出るのかな。僕もね、そこが心配でね、少しちょっと印を下げた3番手にしたんですけどね。そうなんですよ。まあ、まともに走ればね、なんか強そうですけどね、発症まで突き放されちゃうこともあるかもしれないですけど。はい。まあ、そんな感じですかね。まあ、内枠引いたんでね。はい。まあ、スタート、まあ、鍵になりますけど。はい。まあ、スッと先行すると思うんでね。はい。まあ、スムーズに運べればってことですかね。はい。ゆきやくんは僕はですね、11番、雪割り桜に、しました。攻めるね。はい。もう、調教時計が抜群ですね。ああ、なるほど。まあ、内側回ったんですけど、うんうん、まあ、それでもね、うん、ウッドチップコース、自動計測になってから、うん、はいはい、歴代4位の高時計なんですよ。すごい。実は。
すごい調べたね。はい。ちょっと調べてみました。だからちょっと楽しみに思った、明日。なるほど。まあ、このままある程度ね、先行するまでですからね。はい。うん。まあ、2000メートルで勝ってるっていうのもいいのかなと思います。うん、そうだね。とにかくね、今回、キャリアが浅い、牝馬戦なんでね、はい、ペースはやっぱ速くなんないよね。うんうん。まあ、過去の例から。そうですね。だから、ある程度、前の方ポジション的にはね、後位あたりは欲しいところになりますかね。うん。まあ、まとめなんですけど、はい、馬券の買い目はどうしましょうか。馬券は僕はちょっと硬いとこから行っちゃったんで、はい、馬単の、うん、頭で行きたいですね。はい。で印通り。はい。はい。あ、それで明日日曜日ゆきあきくんが、はい、朝一だっけ？開門前。ああ、そうなんですよね。はい。なんかやんだよね。そうですね。ちょっと正門付近で、うん、チラシ配りお手伝いする予定なので。もしよかったら、ファンの皆さん、ぜひ、読者の皆さん、視聴者の皆さん、チラシを受け取りに来てもらえればと思います。30分くらいやってる ?30 分、1時間くらい。1時間くらい頼まれてますので。大変だね。はい。ポツンと立ってたら、かわいそうなんで、助けに来てください。お越しください。はい。はい、では、明日、楽しみましょう。はい。